ツースタンダードホッケーパックス。アイスホッケーにおけるパックとは球技におけるボールに相当するもので軽い処理された硬質ゴム製の円盤である。アイスホッケーではこれをスティックで引きゴールに入れて得点を競う。一般的に競技に用いられるパックの厚さは1インチ直径は3インチ重量は5.5から6オンスである。アイスホッケーの起源についてはカナダにおいて 表情でフィールドホッケーを行ったことに由来するとする説がある。そして、初めの頃はフィールドホッケーのゴム製ボールを用いていたのであるが、このボールは硬い表情では弾みすぎると考えた選手たちが、ボールの上部と下部を切り落として、今のパックの形状を作り出したと考えられている。パックという言葉が使われるようになった起源は、はっきりしていない。しかし、 オックスフォード英語辞典によれば、動詞のツープックということが示されており、アイルランド式ホッケーのハーリングというスポーツにおいて、ボールを打ち前に進める動作に使われる言葉に由来しているものと考えられている。また、アメリカ合衆国の南部、とりわけダラスなどでは、パックのことをディスクと呼ぶ場合もある。なお、英語圏ではかつて関与区として、 ホッケーパックのように口をつぐむという表現が用いられたこともある。さらに、ホッケーパックという言葉はコンピューターのマウスを比喩する場合にも用いられることがある。この場合、小さく、丸く、やや非人間工学的なデザインをや揄する意味合いも含む。競技が開始する前にはパックを数時間冷やすが、その理由は、 表情であまり弾まないようにするためと、表情でよく滑るようにするためである。スティックで打撃されたパックの速度は、時速時速160キロメートルに達することがあり、アイスホッケーの試合において、パックに由来する怪我は珍しいものではない。NHL の試合では2002年3月16日、オハイオ州、コロンバスで行われた、コロンバスブルージャケッツ対カルガリーフレームス戦において、 アウトオブバウンズになったパックが観客席に飛び込んで観客の少女を直撃、頭蓋骨骨折で死亡する事故も起きている。パックには様々な種類があり、黒色で6オンスのものや青色で4オンスのものもある。青色のものは重いパックを扱うのには腕力が足りない若年の選手の練習用に用いられるのが通常である。また、1 9九十年代後半頃から、 スマートパックというものが開発されたが、これはその位置を電子的に追跡できる仕組みとなっており、テレビ中継でハイライトシーンを映し出すのに用いられる。水中ホッケーにおいてもパックが使用される。この場合、形状はほぼアイスホッケーに用いられるものと同様であるが、パックの角の部分に金属を埋め込み、プラスチックでコーティングし重量は 1.5kg 程度にし、 プールの底にしっかりと沈み込むように作られている。試合は、両チーム各6人ずつで水中に沈められたゴールに、パックを入れた数を競うありがとうございます。